2月12日日曜日、宮様ジュニア手稲女子1本目、全く見えない。あ、見えいいかい。まずね、スタートしてからの最初のオープン、振り幅多少あるけどスタンス狭くして、コンパクトに来ること、一走技ずつ前だよ。いいかい。で、そこから緩斜面入っても全然問題ないから。で、1個目緩斜面の、ストレート過ぎてからのスルーあるよね。ストレート後のスルー、ここ結構詰まってくるから、そこだけ頭入れて、ストレート後のスルーの後をしっかり高い位置に抜けてくること。いいかい、頑張れよ。今聞いた通り、最初のオープンスタンスクローズ、いいかい。とにかく一走技ずつ前、ストック上げない、手の位置低くしてくることね。積極的に緩斜面くるよ。で、急斜面終わって、最初の夏道終わってストレートからスルーあったよね。ストレート後のスルー、はい、ミューイーブ後、もうちょっと一層技術前、手の位置低く、回りや。心配するほどスピードがないな。行け行け、お願いします。は、体が遅れないで前に来なきゃダメよ。一回で、夏道終わって緩斜面入ったら全く問題ないから、リズムよく前に行かなきゃダメ。で、ストレートあって、あ、あり、スピードあるわ。おお、テロった。テロるなっつったろ。スタンス。ひらち。13ユーズランは一足ずつ、前一足ずつ、ストックがちょっとまだ上がってんだ。旭川高校レイ、早生まれですか。余裕で優勝してもらわないと。いけ。あ、ゆず。勉強ばっかりで、勉強大変じゃないですか。そんな頭悪い高校じゃないですからね。18はるか、お兄ちゃんインターハイに2本目逆転され、すごい。スタンスクロス、スタンスクロス、もうちょっと頭の位置、肩の位置が前に欲しい。なんですよ、俺とうとうバレたってのは、ニセコのランコシ、いや、バレたんですよ、俺がランコシの温泉通ってるの。K2 男子
ラマン VV1 勇気飛んでん中。あらクマさんにやられるぞ。もうちょっと手下げないとダメだ。低い位置で外力もらえねえよ。足どうしてる。どうしてるね。お、来た来た。ポールアッコラ。おにぎりに勝てるか。やばい。おお。頭使いました。こっから本領発揮。ベリービーク。負けてるな。いや、いい感じだ。勝ったんだよな。いや、練習も良かったっす。ミカサ。やばい。いや、ああいうことや、ああいうとこ、ああいうとこ。練習でもやった左足。これ、クマに負けるぞ。よし。おお、おお。大黒くん。手直したらもっといいかな。はい、クエちゃん。スピードがないのか、うまく来たのか。頭前。ペーターロートみたいになってるよ。いいスタート見えるね。はい、コウスケ。すごい見える。ビビりすぎ。もう少し頭の位置が前に出て、前だな。ちょっと当てる位置が横だな。あらら、暴れてる。アグレッシブが持ち味。来ました、全国入賞の男。ああ、スラロームはどうだ。いや、おお、一旦離れないよこれ。ダッと来てる。うるい。全国7位の男。いや、いっぱいいるな。ああ、おお、29秒。来ました。早かったな。2本目やるタイプなんで。体もかなり良くなってきて、スタート、あれ、そうだ、28。そうだ。ちょっとミカさんの柔らかいとこで練習しすぎたかな。だいぶ張る、スピードある。粘る。スピードあったよ。だいぶ張る、スピードある。粘る。スピードあったよ。昨日
よりテッカテカでないって教えてあげたらいいわ。だいぶ出てきてる。四中コウタ。氷出てきてないもんね。だいぶ安全だ。ヒップレーシング。だいぶ安全だな。ユウスケ。はい、構成。はい、マナ K1 女子。余裕だ。いいの。おお、ずりった。おう、はい、しずく。しずく、このストックが先端が上がらないように手首を返して叩かないとダメだ。スイちゃん、ちょっと苦戦してる。ちょっと切れてない。いかが。はい、田中瑠璃ちゃん、ミカサ。結構スピードあるんじゃないですか。マノア。味噌の方がいいかも。お、動きはいいよ。おお、負けん気出せ。おお、いいよ、ここまで。あとズリっていかなければ。お、これいったんじゃない。負けん気で。よし、シュート練習練習、はい、とにかくフリーたくさんして練習あるのみ、はい、リュウちゃん。108。なんで2層決めでウィリーするんだよ。
ストックないし。おみ。ああちょっと後ろだ。頭起きてきたな。手はあれ、手上がっちゃってるでしょ。おみ練習したのは手の位置を低くすること。そうしないと外はしっかり乗れないよ。もうちょっと手の位置低く。よいしょ、ま落ち着いて。手の位置は手首を返して低い位置にする。スタンスを狭くする。手は丸めないで。ほらしょうま高いよ手。おー右手下げる、右手下げる。ほらやっぱここ高くところが高いと外側の腰が伸びちゃうから外足が踏めないのよ。タクランは体を後ろに残さないこと。ちょっとほら後ろ残ってるよ体。探んない探んない。まだ探ってるまだ。ほらぐんないのよ。頭もっと前よ。全然ダメよこれ。うむちゃん梅ちゃん大丈夫か。ナイス。ほらカルト。うぅ、あともうちょっとスタンスマーク。3、4年生女子日野さんばっかり。ああ、もったいない。ハルトの妹です。ひまりちゃん。玉川小春、昨日インターハイ2冠した小樽双葉高校監督の娘さんです。遅い。ワイドスタンス。後ろに乗せてあげるか。大丈夫、後ろに乗せてあげて。琴美さんを俺は怖いっていう朝日だ。札幌に中等学校スタートします。
はい、17、34年男子親友。テロって固まりそう。もうちょっと芯を低い位置で叩く。川本くん。ちょはい、じ。おお、スピードあって飛び出てきたよ。板は切れてる。ちっこいの切れてるよ板。うい。ちこれ。練習は気合入ってないけど大会になるとすごいな。あやちゃん。1本目28位。おお、ケツメある。あやちゃん、おお、ワールド。OK、 ミユー。ミユーもね、同じ急斜面の出だしは結構縦目にしっかり、スタンスを狭くして短いエッジングで来ることね。いいかい。で、急斜面割りのヘアピンからはインターバルちょっと詰まってくるから、そこはストレート入るところの1個目結構詰まってくるから、スルー終わって方向決めて入ったらすぐ動くこと。スルー終わって上から入ったらすぐ動く。詰まってくるからね。あとはゴール前全然スピードないから頑張れよ。はい。はい、ケツ女子ミュラン2こう早く。うい、はい、ユーズ。うう、こう早く。レイちゃん。1本目6位、佐藤杏奈。5位、ミュ。やっぱ体から入るんだよな。あれを早く動けないんだからダサいよな。あんな一回腰落ちたぐらいでリカバリーできないんだから。はい、4、アリス。やっぱり工藤美優フィジカルが弱すぎんだよ。ううー、
本目3ユーズ、うまいだよ。ふい、1本目に平瀬。クマ、上落ち着け。はい、リコ、1本目1位。ああ、またいだ。そういうの結構重要なんですよ。大丈夫、よく言ってたもん。前の二人近すぎませんかとかってよくあったもん。エースケちゃん。選手。目線をこう上下動させると、それと肘をもう少し体に近いところに置くと外足になりやすくなるよ。え、構成ラン2さあ、手の位置は1本目よりいいよ。おわお、ケツベアル。1本目取れませんでした。清水選手、1本目25位ぐらい。期待のシュミス、あら、まず2本目は頭を起こすこと、やっぱりポジションがやっぱり後ろに引けてることと、この合宿から言ってたこの脇が開くとダメよ、脇が開くと。大変、この脇がこう、手がこう前に出ちゃってるからさ。大井さん、焦んなよ。まだじゃないですか、コウスケ。はい、有心、焦りすぎ焦りすぎ。はい、大勢なんて、やっぱ2層決め結構惚れてんですね。削ってあげればいいのにな。ここ後ろ7よ。ほら、同じとこっすか。あそこのヘアピンちょっと方向絞ってるっすからね。ほら、これの次っすね。コウスケは勇気、手の位置、スキーがちょっと外行ってるぞ。よし、1本目9、ハルト。ちょっとスタート待たされたよ。この辺は安牌でいいよ。そう、ここで急いだってしょうがないから。
ょっと後ろだよ、ちょっと後ろだぞ。これぐらいのスピードの方が良かった。ここ上から、うい、うい。コスケ。そう、スタンスはいいよ。一本目よりいい。ここ早く。うい。1本目7 MS レーシング村田くんか。ここが詰まってるよ。これやばいよ。あのラインじゃ無理だ。岡田翼カットしてる。いや見ましたよ。待たされたのもちょっとかわいそうだったけど。1本目6、5、さあ5、落ちるよ。これ早いよ。これいいよ。あ、危ない。1本目5位竹岡徳くん。おー、根こそぎ来てるよ。あー惜しい。攻めてた。スキー重なっちゃった。いい滑りだったよ徳ちゃん。気持ちが前に出るファイタータイプだ。1本目4位、まさかのクワイちゃん。男になるかならないか。来てるクワイちゃん。ここお、考えてきた。おいおいおい、頭使ってる。やっぱ頭いい。あー焦っちゃった。1本目に大黒くん。高台やりそうだな。くまりこちゃんやっちゃったからな。タクト焦りすぎじゃないこれ。焦りすぎだ。あー古代、ここはいいよ。おれ硬い硬いよ。うまいうまいよ。あー手の位置低くよ。あー下長くなってるぞ。上から、ピップレーシング元気よく。お、スタンスはいいよ。一本目やり、そう、気持ちをしっかり前に出す。まだ1年生なんだから元気よく行って失敗したも死ぬわけじゃないんだから。気持ちをしっかり前に。よし。一本目よりよ。上から。危ない。危ない。キッズベールクリア。よし、油断食い。両方のストックがつけるぐらい状態を起こさないとダメだよ。ちょっと頭が前に突っ込みすぎちゃってるかね。さあ、沈く。手をギュッと上げないことだよ。こうほら。そしてもう少しゲートの上でしっかりさばく。こう振ってるよ。
これ重い。これまた俺の目の前で。マノちゃん。板は切れてる。ここは深いよ。おお。マノちゃん。板は切れてる。ここは深いよ。おお。うい。やばい。めっちゃ大きい子が混ざってる。さあ。お。田沢さん夕張1本目4位ぐらい。ここ振ってる。お、1本目2位。小学校名ですか。俺ね、スキーが遠いよ。ちょっと顎が上がってるぞ。ここだよ。おい。あ、勝った。どうしたね。うん。そういうとこから。はい、一本目一マノは。早いやっぱり。サロモン系だ。ビブバンド114番は道路設計です。そしたらユズゴールドセッケンつけるのか。いや、そう。うえ。そうか、まだ K1 男子か。佐藤翔太選手。翔馬。翔馬俺、右手はさ。胸より下げなきゃダメ。こんな高い位置に上がると上がる方上がったら下がる方あるんだから。あとこれ左手のこの手首さ、手首をしっかり返して肘が体に近いとこから出す。上はやばかったっす。でもまあ優勝してるからな。優勝してるのに辛口コメント、あいつはうまかったんだけどみたいな。ソラちゃん、ここ振ってるよ。よし、朝日頑張れ。朝日だってさっきさ、はい、次の人にコース整備してやったとかって言ってた。朝日俺頑張れ。うわ、手が、やばい。さあ、ゆうと、1、2、3、掘れてっからな。スキー外れんなよ。おお、怖え、かわいそうすぎる。あそこさ、3年生、4年生の時ちょっと振ってあげたら、まっすぐすぎんじゃん。1、2が。GS1 よ。安全に来た。う
踏むなよ、そうなのよ。おー危ない、またぎそう、危ない、いいよいいよ、ここまでいいよ。問題はこの次、この次、青いい、青、アビコ君どこ行く、どこ行く、アビコ君すごいなんか大きくなったよね。よし、いいね、彼女、うまい、最後最後、うまい、後ろに残るなよ。抜くなよ、後ろに。まだこの辺ちょっと後ろに残ってんな。もうちょい手の内低くよ。うれい、ちょっと手の位置が低いな。もうちょい低くしたい。手が高い。はい、おすひラン2ワイドスタンス、めっちゃワイドスタンス。朝日スラローマンスタンス狭い方がいいんじゃないか。ダブルソック、おすひ、いけい、ひまわり、おっ、叩いてる、よし、玉川小春、一回バックあれ、クロアチアワンピー、ズブチッチ、玉川小春、一回バックあれ、通路の途中のところに置いとく、クロアチアワンピー、ズブチッチ、はい、おすひラン2ワイドスタンス、めっちゃワイドスタンス。朝日スラローマンスタンス狭い方がいいんじゃないか。ダブルソック、おすひ、いけい、ひまわり、おっ、叩いてる、なよろ西小学校、元気、おお、頭が一回取れた。よし、はい、3、4年男子1本目に進入。お、この辺は攻めてます。2秒あるからな、ジンと。よし、あ、抜いた、真由抜いたぞ、お前。おー、ものすごい声援だ、ワールドカップ並みの声援だ。腰病出てる、ここやばい、おい、危ない、またぐなよ、ここで。